今回は村上春樹さんと読者の面白いやり取りをまとめました。一気に紹介します。40歳の主婦から質問がありました。私が不倫している彼は服装がとてもダサいのです。顔、仕草、声などは大好きなのですが、服装だけはいただけません。私は彼の妻ではないので、修正したり服を買ってあげたりすることはできません。どうしたらいいでしょうか。服装のセンスっておおむね生まれついてのものですから、なかなか急には改良されません。諦めた方がいいと思いますよ。いっそのこと服を着ないでいるシチュエーションをもっと増量されたらいかがでしょう。私の仕事は野生動物を調査する仕事です。例えば野生のクマ、シカ、サルなどを麻酔銃で捕獲して発信機をつけて調査します。麻酔が覚めたら力ずくで抑えます。この仕事は楽しいのですが、この仕事のせいで婚期を逃していることにも薄々気がついています。どうしたらよいでしょうか。人間の男も良さそうなのがいたらどこかでとっ捕まえて発信機とかつけちゃうとかどうでしょう。麻酔銃で撃っておいて暴れるんじゃねえとか言って押さえつけて。女性の読者から次のような質問がありました。生理的、感覚的に我慢できないことってありますか。我慢できないというほどでもないんですが、気になることはいくつかあります。 1. カレーを食べる前に水の中にスプーンをポチャンとつける人。 2. 割り箸をささっとこすり合わせる人。 3. おしぼりの袋をポンと手で割る人。 4. トイレットペーパーをすぐに三角に折る人。 5. 鼻を噛んでその成果をまじまじと観察する人。 6. モンブランの上だけ食べて後を残す人。 7. ピアノを見かけると猫踏んじゃったを弾く人。 8. 道を歩きながら携帯で喧嘩している人。男性読者からのメールです。娘が妻にどうしてママはパパと結婚したのと聞くと、妻は自分が好きな人ではなく自分を愛してくれる人を選んだと答えていました。これって男として幸せなんでしょうかね。動機や経緯はともかく、お子さんもできて一応円満に結婚生活を送っておられるみたいですから、まずはめでたいのではないでしょうか。熱烈に愛し合って結婚してほどなくして最悪の事態を迎える夫婦もたくさんあります。男として幸せかどうかまではわかりませんが、かなりラッキーだと思いますよ。あまり細かいことは考えない方が良いと思います。女性の読者からのメールです。春樹さんは中性的な細い声で会話の端々にシャイさが伺えるはずでした。春樹さんの声は私が短大生の頃サークルの勧誘などでうろうろしていた遊び人風の大学生を思い出させます。僕の声についてはいろんな意見が寄せられています。しかしそれにしても、私が短大生の頃サークルの勧誘などでうろうろしていた遊び人風の大学生というのはいくらなんでもひどいんじゃないですか。僕はそんなことしたことありません。男性の読者からのメールです。某芸能人の結婚と離婚がやらせにしか見えないんですけど、今後どのように生きていったらいいでしょうか。すみませんが、その某芸能人というのが誰のことかもわかりませんし、あなたの質問の趣旨もよくわからないんです。これからはもう少しわかりやすく書いてくださいね。男性の読者からのメールです。僕は昔から村上春樹が好きですという男と娘は結婚させまいと思っています。なんかもっと単純な男の方が娘を幸せにしてくれそうだなと。ああでも村上龍が好きですと言われてもやだな。じゃあ誰ならいいんですか。23歳のフリーターの男性からのメールです。先日いい人すぎると言われて女性に振られてしまったんですが、いい人って
何なんでしょうね。それってただの口実です。あまり真剣に気にしない方がいいですよ。頑張ってくださいね。結婚26年目の主人の食事時の口がラクダにしか見えません。店内です。昔はアルパカみたいで可愛いと思った時もありました。アルパカとラクダがどう違うのか僕には分かりません。大体同じようなものじゃないですか。いかがでしたでしょうか。ラクダとアルパカはだいぶ違いますよね。